どうもこんにちは、カイカイです。プレイステーション5プロ上での FF7 リバースのパフォーマンスというのは、以前動画でも紹介した通りなかなか良くなっていますが、この映像っていうのがまだそんな出回ってないというか、デジタルファンドリーさんがこういった形で比較のものを出してくれてはいます。ただこの比較っていうのがやっぱ YouTube 経由で見てる分、多少画質の劣化っていうのがあります。でこの間 TGS の方に行ってきまして、実機のプレイステーション5プロでの映像を見てきました。でやっぱ実機で見るのと動画で見るのだでは違いますので、そこでの経験っていうのについて、軽くお話をできればと思います。でちょっと今回の映像はデジタルファンドリーさんのものをお借りしてますけども、なるべく皆さんにはプロの方の映像を見てほしいので、いつもと違う側から、画面の左側から、お送りをしておりますので、あらかじめご了承ください。で、実際に何が一番良かったのかというか、そのデモで確認することができたのかっていうのは、プロ版が実際に動いているところを見れたというところです。やっぱり YouTube 圧縮を経由していないっていうところでの画質の違いっていうのも当然ありましたし、それだけじゃなくて、こうやってデジタルファンドリーさんがズームインして、基本的に映像を見せてくれる。で、それは YouTube の圧縮に、勝つためっていう、ちょっと裏情報があるんですけども、以前の動画でもちょっとだけお話はしたので、気になる場合はコメントしてください。それの解説動画はまた別で作ることはできるんですけども、YouTube の圧縮が何のってどういうことって気になる人はコメントくれると嬉しいです。一定数あれば、別で動画にします。話を戻すんですけども、YouTube の圧縮に勝つためにこうやってズームインであるとか、スローモーションっていうのかな、フレームレートを下げた状態で、動画にしてくれたりしているんですよ。で、そういったことがあるせいで、当然ちゃ当然だけども、実際にプレイした時のフィーリングっていうのがなかなか見た目からはわからないっていうことがあります。でそれはやっぱり実機で見ないことにはどうしようもないものになりますので、それを TGS で見ることができましたということで、そのお話ができればという感じです。で一番思ったのは、やっぱ見た目ちゃんと違います。自分が遊んだ時と比べて相当良くなってました。っていうのも、結構ネット上で見かける意見として、この PS5 版と PS5 プロ版での映像の、シャープさっていうのがまず段違いにあると思います。でこの話もあんまり繰り返したくないので、さっくりまとめる程度にしますけども、これを見て左の方がぼやけてるじゃないですか、右と比べて。で左の方がパフォーマンスモードなんですけども、パフォーマンスモードの映像ちょっとぼやけすぎっていうことで、プロ版をよく見せるためにベースモデルの方をわざと後処理でぼやかしてるんだろうっていうことを言ってるコメントがたまにいらっしゃって折り上がってですね、そんなことはもちろんやっていません。で先ほど話した通り、デジタルファンドリーさんズームインとかした状態で映像を提示していますので、その分ぼやけてる部分は余計ぼやけて見えるっていうことは否定できない。あとは YouTube の圧縮がかかっているので、そういったところでも余計ぼやけて見えるのは否定できないけども、そんな後処理は、当然ながらやっていませんけども、とにかく実際に自分も FF7 リバース、このチャンネルで配信とかしておりますし、プレイしました。パフォーマンスモードで遊びましたっていうことで、このぼやけ感が実際のプレイだとどういうフィーリングなのかっていうのはよく分かっているつもりです。結構荒いです。荒いっていうとなんかジャギー多めに見えちゃい聞こえちゃいますけど、ジャギーは多くないんですよね。もうとにかく画面になんか薄い膜でも貼られてるかのような、ぼやっとした、見た目になってしまっています。それこそ画面全体にブラー効果をかけたかのような、見た目になってしまっていて、ある程度慣れればね、そこまで気にならないっちゃならないんですけども、細かいディテールがなかなか見えないなーっていうのは結構あるし、特にムービーシーン中とか、今みたいに今ナナキの顔にズームインしてますけども、あとエアリスの顔とかズームインしてますけども、特にプレイヤーキャラの、プレイヤーじゃなくてもいいんだけど、キャラの顔にズームインした時とかに、なんかもうちょいくっきり見たいなーっていう風に感じることは結構ありました。プロ版だと全くそういうことはないです。でもちろんこういった比較映像の時点でそういったところは改善してるなっていう印象はありはしたんですけども、実機のプレイを見て、なおさら段違いにいいなっていう、もう次元が違うなっていう。アップスケーリングをかませているとはいえ、AI アップスケーリングで結構クオリティも高いしっていうことで、過去フレームも参照してるしっていうことで、なんかもうネイティブ 4K に近い
かのように感じるような映像でした。でものすごくくっきりとしたものになっていますし、不思議だったのはこういったものは当然ちゃ当然なんですけども、ある程度したら慣れるじゃないですか。で一旦慣れてしまえばそこまでそのシャープさっていうのは意識しなくなると思います。ただ意識しなくなる中でもすごい感じたのは、これその場でちょっと一緒にいた人とホッシーさんが撮影してくれてて、それとそのホッシーさんとお話をしていたんですけども、なんかね吸って入ってくるっていうか抵抗感がないっていうか、すごい変な表現になるとは思うんですけども、まあ綺麗な 60fps 綺麗な 4K が出ていますので、現実そのものとして受け入れるっていうのは言い過ぎだとは思いますけども、特に抵抗感なく見ることができる。で、大元のプレイステーション5版の、パフォーマンスモードだとやっぱり画面がぼやけてるせいで、どうしてもその頭のどこかでぼやけてるなっていう感覚が否めない、それが残っているせいで、余計なことを考えながら映像を見ちゃうっていうのが、きっちりシャープになっているので、そういった余計なことを考えずとも、映像を見ることができるようになるっていうことで、ここではなんか数字の話よりフィーリングの話を重点的にしたいんですけども、フィーリング自体とても良くなっていました。とても映像が見やすくなっていました。あとは戦闘中のパフォーマンス低下とかもないですし、この部分はちょっと実機1台しかなかったので当然自分プレイできなかったんですけども、他の方がプレイしているところを見させていただきましたけども、その方ちょっと戦闘あんま行ってくれなかったので、戦闘中のシーンはあまり見れなかったんですけども、戦闘中のフレームドロップとかも、基本解消されているみたいなので、そういったところでもやっぱりスッて入ってくるっていうか、今までは60なんだけどたまに50に下がるっていうので、仮に 50fps そんな気にならない人間でも頭の片隅のどこかになんかちょっとカクつく気がするなっていう気がするレベルでも、この映像を取り込む中でワンクッション置いてしまう部分があると思うんですけども、そういった映像を見ることにおいての障害っていうのがなくなっているということで、とても良かったです。ただしメリットばかりではありませんでした。デメリットもありました。でその一番のデメリットっていうのは、メリットがモロハの剣だったっていうことなんですけども、今まではぼやけてたのでごまかせてた部分がごまかせなくなっちゃってます。でちょうど今流れてる映像がまさにその部分だったんですけども、ここですね。FF7R って結構ディテールの読み込み狭いです。なので一定距離外に出ると影とかちゃんと描画してくれなくなるし、アセットのディテールも下がるので、今まではこうぼやけてたんでそんな気にならなかったんですよ。ぶっちゃけ。ただぼやけがなくなったことによってそのディテールの境目っていうのがよく見えるようになっちゃって、多分この辺ぐらいだと思うんだけど、この辺ぐらいにこっちが手前側だと影が綺麗に描画されてるんだけど、奥側だと綺麗に描画されてないっていう境目が見えるようになっちゃって、そういう意味ではちょっと気になる部分もあったかなっていうところでした。これがスーッとね境目が移動していくのが見えるんですけども、そういった意味で解像感が良くなったっていうのはもちろんいいことではあるんですけども、解像感が良くなったことによる、嫌な部分、今まではごまかせてた部分が、目につくようになってしまったっていう、このモロハの剣のデメリットっていうのはありました。それは実機映像を見ててもやっぱり実感できました。もう一つ、大元のデジタルファンドリーさんのやつで言われてたのが、ちょっとこのシーンだったんですけども、プレイステーション5プロ版が AI アップスケーリングを使っているので、それによるアーティファクティングっていうのは発生してるなっていうことで、キャラクターの髪の毛を描画するときに、影がモヤモヤする表現が入るんですよ。これ見てると、どうですかね、お気づきになられるかわからんけど、影がモヤモヤしてるんですよ。で、それは、そちらも、実機の方では確認できました。正直、指摘されていなければ気づくかどうか怪しい部分はあると思うんですけども、それを知った上で見ていると、確かに髪の毛モヤモヤしてるなっていうところは、実感としてありました。そこまで気になるものではありませんでしたけども。で、この手の動画で最後に付け加えなくちゃいけない気がすることとして、ゲームそのものというよりかはプレイステーション5プロの話ですよね。プレイステーション5プロを購入する価値はあるのか、ドルだと700ドル、円だと、1万2000円じゃねえわ12万円ということで結構お高い値段になってます。でFF7R の映像とかをネット上で見ようとすると、やっぱりこれだけの映像の強化、プレイステーション5プロを購入する価値はあるのかっていうところの動画っていうのが多くなるんですけども、
大前提としてこういったものの価値基準っていうのも人それぞれが決めることですので、ぜひご自身の財布事情であるとか、グラフィックスに対する、気持ちとか、そういったものと相談しながら決めてほしいですという前置きを置いた上でですよ、自分の意見としては間違いなく強化はされてる、間違いなく実感できる強化はされてる。たまにネットで見かけるような、なんていうんですかね、プレイステーション5プロ版の映像を見たところでそんな大して変わってないじゃん、別にこんなミリ単位での強化のために12万出すとかばっかじゃねえのみたいなことを言ってる人をよく見かけるんですけども、間違いなくミリ単位の強化ではないです。元々の FF7R っていうのを、なんていうのかな、パフォーマンスモードで遊んだ人がプレイステーション5プロモードを手に取って遊んでみた場合、まあ、全くの別ゲーとまでは言いませんけども、まあ、それこそ次世代機に行ったかのようなグラフィックス強化っていうのを実感できると思います。それはもう自分の目で見て思った、あ、もう全く違うグラフィックスだ、もう全然強化されてるじゃないかって実機の映像を見て思いました。なので12万の価値があるのか、それは皆さんご自分で判断してください。ただ間違いなく強化はされますし、間違いなく次世代感というか、そういったものは増強されるはずですし、まあ、FF7R これはプレイステーション5プロの発売前に出たゲームでこれだけ強化されているんです。プレイステーション5プロの発売後に出たゲームについてはおそらくこれ以上の強化が望めるはずですし、そういったゲームについてはなおさら楽しみになりました。ということで、以上になりますが、私現在チャンネル登録者3万人を目指しております。もしよろしければ、ご協力をよろしくお願いいたします。特にプレイステーション5プロの発売とかまで、しっかりとこういったコンテンツ出していこうと思いますので、楽しみにしていてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。